平泉バイパスは国道4号のバイパス道路である。平泉バイパス、平泉町内を通る国道4号は旧規格の2車線で歩道が狭く、特に春と秋の藤原祭り開催時は交通規制が行われるため大渋滞が起きる。このため迂回路として1981年からバイパス事業が進められ1984年9月に着工。 1999年11月に南半分を暫定に車線で供用開始している。また北半分は柳の御所遺跡の世界遺産登録に伴う調査のためルート変更を余儀なくされ、北上川ギリギリに沿う形となった。当初2007年度に2車線供用予定だったのが1年、ずれ込み、2008年8月5日14時に全線、開通した。この延期について、 国土交通省側は大雨等による工事の遅れと予算不足が原因と説明しているが一部には民主党がガソリン税の暫定税率廃止を訴えていることに対する意思返しとして国交省側が小沢一郎代表の中選局時代の地元での工事をストップさせていたとする見方もある北半分は世界遺産に登録された平泉史跡群を構成する 柳の御所遺跡の景観を保護する観点から、バイパスを走行する車両が、遺跡公園から極力見えないよう、道路両側に盛り土をして、切り通し状態とした。さらに信号機も、当バイパス全区間において濃い茶色のデザインアーム LED 式を採用し、制御線もすべて地中配線している。なお、案内標識の国道4号アイコンは、当 BP 側にのみ表記され、 旧道側に国道アイコンはバイパス全通当初から表記されていない。後に旧道区間は2015年4月1日付で国道指定より外され岩手県道300号3日町瀬原線へ移管された。2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。